ロッカーの名前。こんばんは。公演がヤヒモロピー生誕祭終わりました。モロちゃんおめでとう、ピーちゃんおめでとう、ありがとう。え、違う違う、ヤヒコちゃんの、ピーちゃんって、ヤヒコちゃんとピーちゃんって呼んでる人たまにいない、ファンの方で。なんで1時間前から待機してました。さすが、やると思ってた。ありがとうございます。ありがとう。こんばんは。レイナの、あ、じゃねえ、ヤヒのファンの方がもう生誕終わってすぐ見てくれてるんじゃないかな。ほんとだ、ピーちゃんって呼んでます。だってほら、うん、ひなこ、ありがとう、秋だねって。ヤヒの生誕祭の、うん、これとっても楽しかったです。髪型ね、鼻冠、ヤヒが落とす、あ、髪を下ろすと思ったからみんなでまとめて動かない感じ、ヤヒをね引き立たせて、うん、ヤヒのさ生誕祭のあれ みたい、鼻冠ね、これだった多分、うんうん、これでした。それがどんなんだっけ、花冠、落ち葉は紅葉だったから、うん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 。何ヶ月遅れ、10ヶ月、9ヶ月遅れの偽ほくろって書かれた。え、偽でしょこれだって。ちょっと貸してみ、ちょちょやめろよマジ、これ本当にあった、うん、汚なだってよれてるよ、汚れてる、汚れついてる、違うの？うん、でも汚いよ。取ってあげようか。いいよいいよ。マジいいよ。9ヶ月遅れの素敵な生誕祭でした。でした。ね。こんばんは。どう？ん？何が？どうだった？生誕祭。ヤヒが緊張してて可愛かった。マジ可愛かった、ずっと緊張してた。でもなんかすごいさ、私みたいな感じだったのが可愛かったよね。わかる。 MC もね、主役って、私とヤヒとサラの MC のところも何話そうって言ったら、私の好きなところ聞くので言ってくださいって。かわいい、マジで可愛い。なんかええの、ありがとうございます、うちは仲いいって。そう、違うよ ね。この人も食べたいんですよ、とりあえず。多分全然喋んないもん、私に喋らせて、私食べてって喋んなくていいやって思ってるよ、この人。今いいよ、もう喋んなくて美味しいです。だるまじゃない、落ち葉。しけんさんこんばんは。美味しかった？美味しいよね、パンダ焼き。お腹減ったの？パンダ焼きあと5個ぐらいあったの、うんうん、全部取ってきな、うんうん、パンダ焼き本当に美味しい。本当に冷たい方が好き。え、冷たい方が美味しくない？え、温め直した？冷たいもの食べた？お腹減るし、あ、めっちゃ可愛い、ありがとう。今日はでもヤヒがめっちゃ可愛いだった。爪伸びすぎ。今日ヤヒがさ、アフタートークでゆうちゃんの太もも食べるみたいなこと言ってたけど、ノエもノエも私の足食べるよね。喜んでんじゃん、いつ。いや、喜んでないよ。おいしいっていう。無だよ私美味しいって。こうやって私お家で携帯いじってる時に、裸足でノエが足元にいて私の足を食べるんですよってでも私無反応なんですよ。そんなことないよ、いつも。ねえ、美味しい？美味しいの？って言ってくんじゃん。美味しい？うん、だってレイナの足めっちゃトウモロコシみたいなんですよ。ね、いつも言ってくる、トウモロコシみたいって、つぶつぶしてて。トウモロコシ好きだもんね、ノエ。うん、大好き。見ると食べたくなっちゃう。レイニアも大好き。大好き。はい、嘘でーす。ドッキリ大成功。ドキドキしなかったから。ドキ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 。失敗
キドキしませんでした。はい、失敗です。どうもお疲れ様でした。こういう人やだ。え、ないじゃん。ええ、いきなりこう式終わらせようとする人、話を。めっちゃ可愛い。ありがとうございます。ありがとうございます。トモロコシって言われる。ひどい。かわいい、ありがとう。埼玉の女だって。正解。今日だって聞いてたもんね。ほんとにがダン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 埼玉の曲、今日楽屋で聞いてた。ほんとに埼玉愛。マロンちゃんありがとう。そう、聞いてたの。すごい。ダンダサダ埼玉。あ、ちょっと待って。ダン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 ダ埼玉。住みにくい県ナンバーワンランキング、あ、ランキング1位らしい。ん、うん、かわいい。ん、うん、うん、うん、新潟22。いや、住みやすいもん、新潟って。22ってすごい、ね、半分ぐらい。半分。どこが1位なんだろう。当てたい。住みやすいでしょ、横浜。住みやすい。神奈川とか。いや、東京じゃない。東京か。結局何でもあるし。埼玉45位。え、すごい。2位下に。ランクアップしてるやん。ね、嬉しい。え、東京かな。もう関東だよね。当てたいね。当てれるまで帰れませんやろうかな。ね。47位までやろう。で、まず、じゃあ何で行く？本当に新しいやつでしょよ。あの、埼玉だったらなんか貧乳が多いとかさ、そういうのもあるじゃん。なんかそういうの。自分たちでジャンルを作って調べてみたいな。何で調べるの？みんなに聞かなきゃ分かんない、携帯ないから。みんなに調べてもらう。じゃあ何があるんだろう、ランク。なんだろうな。魅力度ランキングにする。じゃあ本当に、それなら当たりそうだね。でも、え、47位まで、10位までとかにしようよ。おい、もうお前ひよってんの。ひよるよ。帰りたいもん、めっちゃ。めっちゃ帰りたいもん。帰らせない。寝たいもん。ねえねえ、寝させてよ。飲み物取ってきた。今日もう一日頑張ったんだよ、レイニャ。マジ頑張った。ノエピーも頑張ったよ、レッスンして、いっぱい汗かいて、公演して。ノエピーどこ。ノエピー帰っちゃった。ノエ帰っちゃった。え、マジでどっか行ったんだけど。なんて言ってた。何も聞こえてなかった。私一人で喋りすぎて。なんか言ってた。なんとかしてくるって言ってたけど、何も覚えてない。帰ってきた。ノエピー帰ってきた。ねえ、頑張ったよ。ねえ、何しに行ってたの。なんで一人にすんの。ねえ、ごめんね。ねえねえ、何してたか言って。ねえ、教えて。何してたか教えてくれまで帰れません。じゃあ帰らせまてん。鼻で笑っちゃった最後。ねえねえ、早くやろう。いいよ。あ、ペン持ってきたの。うん、あ、そうそう。やばいやばい、その紙、大事なやつ、大事なやつの裏に書こうとしてた。なんだよ、だってこれ久しぶりに見た、それね。大事な資料です。なんかないですかね。色紙ある。色紙はダメやろ。めっちゃ漁るって。あ、ここら辺とか良さそう。絶対いらんやろみたいなのが出てきそう。ないか、これねえじゃん。あ、これ絶対大丈夫。何？ん？違う、取れない、爪が。これ何？わかんない。皆さんありがとうございます。山田誠司尊いらしいよ。ん？尊いんだって。私、そうかな。
じゃあ魅力度ランキング、だるまありがとう。あ、え、ね、これ、え、これすごい、え、そうだよ、やばい、何のイベントだ今今今、あ、今もらえるやつだ、すごい、見て、壇上にもいるガム持ってくる、聖地レーナってガム、ガム噛みたい、うん噛みたいんやん、自分が。まあ私も今噛みたいんで取ってきてもらいます。私はもう疲れた。じゃあヌーピンドッキリしよう、ヌーピンドッキリしよう、疲れてガチで寝ちゃったドッキリしよう。リニアが寝ちゃったって言ってくださいね。今日フューチャー日なんですね。え、かわいい、すごい目立ってるこのアバター、セイジレイナって。ヌイめっちゃあっちで話してるの聞こえるな。あ、やばい、まだダメだ、大丈夫。リニアが寝ちゃった。え、ヌイ乗れる、乗れるんだけど、やば。え、全然顔違う。このアバター企画11月12月もあるらしい。え、特別感がなくなっちゃうじゃん特別感なくなっちゃう、今日の11月12月あるとしたらでもちゃんとゲットしてくれてありがとう。7個目でレイニア寝たね、ランダムなのか、そっかそっか。あ、ほら中入りかって書いてあるね。マジでさ、なんで何してんのね、そっちで盛り上がってない、なんか声聞こえるけどね、え、ありがとうヤヒとか言ってない、私もヤヒとの時間過ごしたいんだけどね、え、一人で今配信してるんだけどねえ、何してんの本当に、早く帰ってこい、マジで何してんのこれでガム見つからなくてとか言ったらもう私もう、はい、ストレートパンチですね、一人で二人のアカウント配信、豪華だな、これもう、ノエのさ、ルーム乗っ取っちゃおうかな、レイニアが。ね、マジで声めっちゃ聞こえる。急ぐ気ない、ツアーの人。今可愛いねって言ったのが可愛かった。はぁ、レイニアが寝ちゃったレイニアが寝ちゃったすごいめっちゃ痛い、ふこら、ね、なんでおニューの服で拭くんだよ噛まれたよだれの匂いするしない、したしない、ねえ何してたの、ね、びっくりした、いいんだって、レナが寝てんだもん、死んじゃってたかと思うじゃん。寝てんだもんじゃねえよ。あんた今何してた、ガム取り行くって言ってめっちゃあんたの声聞こえてたけど、ヤヒがたんぷりくれた、悲しそうな、ヤヒがたんぷりくれた、知らんがな、5本指ソックス私がおすすめしたやつ、かわいい、ヤヒかわいい、マジヤヒかわいい、マジでかわいい、多分いっぱい迷ったけど、迷った中でそれだよ、本当にこれでいいのかなって、あのね、お風呂の入浴剤みたいなやつと、あの、その5本指靴下とアソックスと、なんかわかんない、シャンプーしかものシャンプーも、あの、一日用のえ、こうやって開けるやつかわいい、それで隣に一瞬で消える隣に蜂蜜かわいい、マジでかわいい、蜂蜜の好きだからだよ、うん、蜂蜜どれぐらいの大きさ、え、これミントすごくない、これ好き、これも苦手、ちっちゃ、これぐらいを4個、どういう蜂蜜それ食べれんの、うん、え、辛くないなんかこれ、え、めっちゃかわいい違う違う、辛くないって言ってめっちゃ舐めてみたら舌でめっちゃ鼻にきた、これ辛いマジで辛いっていうかあれスースーめっちゃ、
うわ、鼻の通りめっちゃいい。これどこまで飛ばせるかやろ。鼻やりたいやりたい。鼻で。やりたい。ここスタートね。同じ折り方じゃないとだってするくない、うん、ちょっと浮かせてる。あ、そうする、うん、え、それじゃ飛ばなくない？じゃあさ、ちょっと汚い感じにして、うん、ちっちゃくしようよ、こうやって。えぇ、ー、いいじゃん。それぞれの形にしようよ。自分が一番飛びやすそう。いいよいいよ、飛ぶと思う形にしよう。はい、リアクションするか。私はこれです。これこれ、いやこれは違う。絶対ちっちゃければいいってもんじゃないよ。風がやばいやばい、ね、いいよ、それで行こう。私はこの鼻息でいかに風の抵抗力をこの大きな面積に与えてくれるかっていうのを考えました。オッケー、これね、これオッケー。ここからです。ここスタート。どこまで、これどこまでっていうか、どっちが違う、どっちが飛んだかね。あ、一回ね、うん、一回だけ。また練習させて。すごい。でもやっぱさ、ガム噛んでるから鼻の通りが良くなった感じがするから、なんかいつもより出てる気がする。鼻水が飛んじゃった場合は、それはもうサービス。オッケーオッケー。はい、いいよ。行くよ。はい。行くよ。いや、もう一回、動かなかった。ダメだよ。動かなかったから、もう一回やらして。じゃあ、ないがこれで動かなかったら、もう一回やればいい。OK、OK。いきます。今、こう出るから、こう、こんな感じにしよう。確かに。いきます。え、こうじゃない？あ、そうだ。いきます。頑張れ。絶対だってさ、小さいから絶対風当たんないって。これいきます。負け負け、いくよ、頑張れ。ねえ、これ絶対形悪い。違う違う、こうこうこう、この状態で、okay. これやってみたい。いきます。多分関係ない形てか、なんか近かった、近かった。レイナの方がうまかったんでしょ、だから、うん、うん、か、何、次やったらできるっていうの、うん、じゃあもう一回せやろ。いいよ。はい、いいよ。あー、マジおもろい。コツ覚えたか。うん。
皆さん応援よろしくお願いします。いやこれ上から撮るね。これはどう、はい、ねえやだよ恥ずかしい、ね、ここ見せないようにして、はい、見えてた、いくよ、見て、やだこの画角、はい、いいよ、いきます。やばい、もう壁に透明の壁があるんですけど、このな、何板があるんですよ、感染予防の。それにぶつかって跳ね返ってきた。もうこんなん超えられんって。だから壁ぶつけるしかない、壁に。やば、すごいっしょ。あ、この絵文字ぴったり。ノイピーさん本気出してますね、これ。オッケー、オッケー、ここら辺ね、うん、いきます、はい。ほら笑っても動かない。私すごいんだ、いきます。ね、奥の方の私の髪が動いたけど、分かった、ノエ鼻の通りが悪いんだよ、鼻かんできな。絶対鼻の通り悪いから、こう行くはずのやつが多分こう行ったりこうなっちゃってんだと思う。はい、あーおもろかった、ウィナーウィナー、はい、ありがとう、あれにゃ、マジで、マジでくだらね、場外ホームラン。くだらない、ありがとうございます。元気出た、めっちゃ元気出た、ね、疲れてた、マジ疲れたんだけど今の最悪。めっちゃ盛り上がったね、めっちゃ盛り上がった。私うますぎ、鼻息がすごいのか、うん。ブラボーありがとうございます。これやってブラボーって言ってもらえるの優しい、この世界。確かにこの世界ちょろいちょろいちょろい。あれやろうって、ん、めっちゃ熱い。笑いすぎて。あのさ、うちら今日多忙の話した、さっきノエがいない話してた、泣きながら今日頑張ったって。もう全部言った、今日何があって何があってって言ったの。朝起きたところから言うじゃん、うん、朝何時起き、10時5分、私5時8分。いやマジやビビった、私目覚ましかけないで寝ちゃうと本当起きれないの。宅配で起きた今日。よかったね、宅配なかった。新しいカーディガンが届いてました。ちょっと時間なくて見れなかったんだけど。何の、何色だと思う、何色の、何、意外ですよ、絶対意外です。緑、あー違う、黄色、惜しいかないけど、茶色、違う、オレンジ、違う、青、あ水色、正解、どこの、なんだっけ、忘れた、どこだっけ、忘れた、ドドタウン、みんなで決めたんだよね、ショールームで。あ、そうなの、私もファンの方からのプレゼントがちょっとだけ届きました。季節の変わり目だからさ、聞こえてんのよ。ねお腹減った。お弁当は困ってんじゃない？見てきてあげるか。あのお弁当もう食べたじゃん。そうだね。カップラーメン買いく？今食べたいものよ。オッケー。バラありがとうございます。はい、いいよ。早く来てるとこ見たい。せーの。アイス、あ、なんで全部ないわけ、どういうことどういうこと、なんでなんでなんで、早く早く早く、いいねいいね、今なら大丈夫、あの冷やし中華だから、出た出た、最近冷やし中華しか言えないんですよこの人、言えなくないし、冷やしラーメンでもいいし冷麺でもいいし、冷やし中華か、なんか冷えてる麺が食べたいんだって。うん、ダメ、
私は甘いものだから基本的に太る。でも最近生クリーム立ちしてる。すごいでしょ。すごいんです。よかった。もう画面暗くてさ、どうしよう、どうすればいい。無理だよこれ。 Siri に言ったら止まっちゃうか。ちょ、言ってみて。はい、Siri。 ちょっと怖い。反応しちゃう。ねえ、レイなのにやんないでよ。OKOK。 私の反応しやすいから。 OKOK。 Hey Siri。 いや怖い。このゲーム楽しい。私のまで入る。最近ひしりめっちゃ話しかけるもん。寂しくて。ヘイシリ。言います。みんなありがとうね。言います。ヘイシリ。え、もうダメやんこの携帯。ヘイシリ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 。ヘイ、お尻。ヘイシリ。ヘイシリ。ヘイシリ。ハロー、シリ。ヘイシリ。ヘイシリ。ヘイシリ。What's your name? シリ。シリ。シリ。セーフ。オッケーオッケーオッケー。セーフです。なんだ、全然反応しないじゃん。ない。最初チキったね、ちょっとでも。ちょっとチキったね。ねえ、めっちゃ無視された。バイブス買ったよ、ありがとうございます。バイブス、ジャッシュ。ん、ジャッシュ。あー、ヒーラー、あれね、あれ。一回ちょっと落ち着きな。あ、お菓子見つけた。はい、え、何味？え、やばい、全部お菓子じゃん。これさ、言えばくれるパターンじゃね？違う、言わなかったらバレないパターンじゃね？ラムネ、かわいい。これ誰か分かったですか？あれ？え、マジラムネ食べるかな？聞いてみる？ないでしょ、今日。じゃあ聞いてみる。勝手に食うな、本当だよ。ちゃんと聞きます。あら、プーちゃんが映り込んじゃってる。はちみつ食べたいな。誰誰、今の誰、今の誰。え、今プーさんの声ではなかったよね。でもセリフはプーさんだったよね。プーさんっぽい誰かだったよね。ねえ、プーさんのモノマネして。もう、もうさんだよ。どう？レーナやって。レーナに似てる。さっきはプーさんが釣り込んでるって言ったやつにモノマネできたんだけどさ。はちみつ食べたいな。真似る気がないからダメ。はちみつ食べたいな。はちみつ食べたいな。僕プーさんだよ。ねえねえ、ノエ立ち上がりすぎじゃない？もう乗っ取っちゃうよ、ノエのルームね。ノエピールームのノエピー対オレニアルームに呼び寄せちゃう。ねえ、顔が違いすぎる。はじめ使ってくるわ。だって普通に会話しちゃってるんだけど。今日帰る気ありますか？え、あるある、全然。12時ぐらいに。スタッフさん泣かせ。まあそれ絶対いいじゃん。でもノエ、この前の借りがあるからね。何この前の。あれマジで絶対私じゃない自信ある。なんで？なんて言われた？いなかった。だから食べ放題だって思って。おかしい、やめよ。電話してみよう。空いてるの食べようよ。空いてるのならいいじゃん。一個だけね。うん、
ちょ、見るだけ一回。一回見よう。うわー、これね、食べてないわ。うわ、これ口の中に全部入れたい。やめとこう。そうだね、イメージが悪いね。イメージ悪いし、食べたい、食べたい、めっちゃチョコ食べ、あ、ノイがくれたチョコある、持ってくる。でもレイナにくれたからレイナ一人で食べるけど、持ってくる。それでも、それでお前の心は痛まないならいい。持ってきて。ねえねえ、あれ持ってきてほしい。レイナさん、レイナビスコ持ってきたんだった今日。だからさ、ねえねえ、ね、ライトライトライト。ライトなんかないよここ。皆さん、皆さん。皆さん、プーさんの真似はしないですよ、私。おお、本当にいた。もう、プーさんだよ。なんかさ、さっきレイナがさ、さっきレイナが、そのプーさんの、あの、真似してたじゃないですか。そうでさ、私がした後にさ、あ、やばい、クリスマスか、クリスマスが今年もやってきた。タンタンタンタラタンタンタンタラタン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 。君は今お菓子が食べたいと言っていたね。もしかしてつかみ放題、好きなのを取ってください。はい、はい、どうぞ。はい、あ、本当に食べちゃうことなくない？そんな間違いなくない？お腹、選択して返して。お腹減ってたの。なんでもいいでしょ。じゃーん、レッピーがくれたって言っていい？みつ？それノエピーがあげたやつじゃん。いや、ネットで買いました。いやいや、ネットで買いました、これ通販で。無理がある。あとこれ見て。あ、え、そのビスコ、ビスコって何だと思ってたの？いや、もう本当になんか普通のビスコ。え、違う、このビスコ、ね、私はおばあちゃんにお勧めされてさもらったんだけど、めっちゃ美味しいの。ビスコ普段食べないんだけど、これ焼きショコラって言ってショコラを焼いてるんだって。めっちゃ分かりやすい説明してくれてありがとうね。赤くないビスコ。赤いキツネと緑のタヌキ、青いビスコ、もうよろしくね。ねえ、やばいよ、疲れてるね。だって朝10時ぐらいからレッスンが始まったんだよね。9時半か。それで2時までやって、2時半からリハが始まって、公演が終わって、それで今だから。これ食べて元気出せよ。え、でもこれノエにもらったやつ、え、レイナのものだから。ノエがレイナ、レイナにあげたってことは、ノエがレイナに食べて毒味しなきゃいけないから。さっき食べたじゃん。もらったのに本人に食べられるのか。じゃあ二人で食べよう。はい、せーの、のせーで、いただきます。ちょうど俺もそれ食べてるんだけど、え、すっごい。ビスコあんまり食べなくない？あ、そういうことか。二人ともテンション高いね。だってからま、からから元気です。私レイナにずっと喋ってもらってます、実は。そうだよ、最初から。助け合い、人と人支え合う、そうやって生きていく。いただきます。いただきます。めっちゃまずそうに食べよう。やだよ、やだよ。うん、ねえ、これレイナの好きな味って知ってるでしょ、うん、なんで食べんの。今日も言ってたんですよ、これ食べて、これ本当に
メイラの好きな味って。うまこれ。もう入ってない？入ってない。嘘だ。本当だ。ね、この時間が永遠に続くといいね。本当にそう。今めっちゃ幸せ。やばいもん、うちら。なんか何も考え、痛い。箱痛かったし。見てる。体張りすぎる。なんかさ、こういう時だけだよね。なんか悩みを忘れてられるのって。なんかあるんだ。みんななんかあります、この子には。応援してる時とかはさ、忘れられるけど。ね、こうやって。何気ないからでもマジで私ちょっと本当にいいこと言っていい、いいことっていうか、本当に本気で思ってることなんだけど、いいよ。あのコンサート期間ってマジできついじゃん。うんうん。本当に体力も、体力もメンタルも、そうそうそう。マジでなんか今日とかもさ、ストーリーにね、今日もリハ頑張るっていうのを載せたの。載せた、ね、私。そしたらね、ダッシュしながら見た。それなんかもう頑張れみたいな、送ってくれる人が何人かいるのね、うん、それでなんかもうすぐ、あ、頑張ろうってなんか思うの。その人たちのために頑張る、わかる、頑張らなきゃって。頑張る、わかる。マジで頑張れんの、本当に。これマジお世辞とかじゃなくて、見ててくれる人がいるんだって。なんか一人になるとさ、なんかすごい消極的、なんていうの、自分を否定したくなっちゃうけど、やっぱそうやって言ってもらえると頑張らなきゃなって思えるよね。いやマジでそう、今日めっちゃ感じたの。あーもうリハ本当にもうダメだ、疲れた、もうやばいやばいって書いてた。やばいやばいって思ったんだけど、そんな時にそのコメント見て、あ、見てくれる人いた。私もすごいさ、なんか見つけてもらえるかなみたいな、なんかちょっとマイナスなこと言っちゃったんだけど、でもそれでもファンの人は見つけるからってみんな言ってくれるから、頑張ろう。ファンの方はどこに行ってもね、楽しんで推しがステージに上がってパフォーマンスしてるだけだから。食べよう。でも見つかるの、見える。双眼鏡持ってこいってのよ、言ってよ。絶対持ってきてください。ブルーベリーアイも飲んできてくださいって言ったら、ブルーベリーアイが、アイの広報の人がフォローしてくれた。めっちゃすごい、その話。ね。双眼鏡買ったって。くれるって思ったら頑張れる。いや、マジでそう。今日本当にね、本当に痛感したんです、改めて。もうさ、すぐ気持ちの受け沈み激しくなっちゃってさ、一人になるとあーやだなってなるけど、今とかはさ頑張ろうって思えてるけどさ、すごい情緒が不安ってならない、この期間。うん、わかる。てかもうすごい疲れがすごくて、疲れてんのかもわかんなくなる。だってね、この前言ったじゃん、配信中に寝たって。覚えてて、お風呂はパワフルでしょ。本当にガチ、本当笑ってるけど今はね、やべえやんだって。見たことない。え、本当に。朝寝ちゃったけど私。本当にやばかったんですよ。顔くらい。じゃあちょっといただきます。いただきます。これもかぶ。うん？初めて食べたんですよ。うん。めっちゃ美味しいこれ。え、ビスコってこんなになんか。わかる。進化してるビスコは。うん。なんかめっちゃ喉乾くイメージだったけど、なんかしっとりしてて、いくらでも食べれちゃう。こんなザクザクだったっけ。リニューアルしたんじゃないですか、ビスコさん。しっかりいっか。うん、サルありがとう。そうね、バケもありがとう。いやマジで頑張ろう。ありがとう。うん、コンサート、頑張ろう、みんなのために。明日コンサートリハが終わった後に服買いに行くんだけど、一緒に行こう。ごめん。ちょっと疲れてるからごめん。一人で寂しいからさ。何するの？
絶対。いいよしない。ちょっと考えさせて。やっぱね、断れる勇気大事だよね。ある方やん。めっちゃあるね。うん、私全然断れちゃう、そういうの。これでも来ると思う、私。断れる勇気、明日。いや、ガチガチで予定入れようとしてた。まだ入ってないんだけど、どっちを優先するかって感じだよね。うざうざい、今なんかどっちを優先するかって感じだよね。ナイピーかな。勇気のある誠司さんだって。この人めっちゃ覚えてる。よく言ってるよね。うん、私も一緒だもん。とても心配だもん、私も。優しい。いや、それは喜んじゃいけないの。やばいんだってことだよ。優しいの。どこ見てんの。もう目合わないんだけど。ずっとほくろ見てた。ほくろ目合わないんだけど。見たい、マジで。だってほくろじゃないでしょ、これ。ほくろだよ。本当に、ノエ、ここにほくろありましたっけ。うん、ノエのファンの皆さん、絶対落としてやる、私が。絶対落ちるから。いや、やめて。書いてある、新しく。いいの。え、いいの。いいと思ってんの。うん、いいと思ってんならやんな。え、怖い、このタイプ。どっちだろう、やっちゃおう。バカだな。バカで元気出る。油性、え、油性やばいのかな。やめときます。目線合わなかったし、今レイナと喋ってても、ずっとホクロ見てた、ここの。え、なに、サル、ありがとう。ホクロやめた方がいい。え、でもめっちゃ可愛いホクロ。コンサートでもやろう。じゃあ、やめなよ、ありのままのノエ見せないよ、コンサートでは。いや、なんで目合わんのよ、しかも。だからホクロ見ちゃうね。ほくろに目がいってるってことはいいポイントになっとるやん。確かに。そのそこのほくろある子って基本可愛いだって。どれ、これかな。違う、これでしょ。可愛い、これかな。でも可愛い、そのほくろ。レナの目の周りに欲しかった。パパもお兄ちゃんもあるのに私ない。そう、ここに。おばあちゃんもここにある。でもなんかありそうだけど。え、あ、ほらほら、えぐればありそう。おっとなんや、あのマスカラのゴミ。あ、何やの、これゴミだよ。ひどいんだよ、これ見てさ、キモい。ねどう、ほくろって言ったらキモい。ガチでガチでガチで笑いなしだったよね。えってなったよね。なんで言うのそれ。いや、なんでじゃあキモいって言ったの。なんかおかしいよね。ゴミだと思って、ゴミつけてんのかと思って。汚い言うてましたって。ほら、バレてる。だから落ちるの。カリ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 。ほくろってされて大きくなるんだよ。いや、だからでかくなるよ、これも。ね、お兄ちゃんとパパがここにほくろあるって言ったじゃん。パパのほくろの大きさこれぐらい。これよりでっかいぐらい。でかいね、これでも。嘘だ、マジマジ。コンプレックスで見たことないよ。撮ったのこれ。コンプレックスでパパ、これよりでかい。おばあちゃんもこれよりでっかいほくろあって、撮った、ほくろの手術。見たことないよ、パパがそんな。いつ撮ったの。え、もう4年前ぐらいかな。え、遺伝。でもお兄ちゃんのはめっちゃいいの、ちっちゃくてセクシー。レイナのお兄ちゃんイケメンだもん。一緒にゲームやったことあるよね。親子丼。うん、ゲーム大好き。取りたいほくろあるって。いい病院紹介してあげない。あとで個人的に。お父さんから連絡させますね。ほくろはね、悩むよね。こんばんは。え、でも私もさ、お母さんダメなの、なんかあるって言われた。思っていたよ、なくて優しい、ね、
大丈夫じゃんじゃんじゃあそろそろ何にしますか。そうね、かわいい、ありがとう。たけるさんも、あ、はい、はい、もう終わりします。すいません、本当に、はいはいはい、今から終わりにします。まあ、ありがとうございます。顔も見えなかったよ、ドアが開いただけで。すいません、じゃあお水を。そうそう、あー、じゃあ読みたいと思います。ありがとう、ありがとうございます。テンション高くてごめんね。ペン何のために持ってきたんだって。鼻息飛ばしで盛り上がっちゃった。いいよ。13位から読みます。13位まっつんさん、13位滝野由美子さん、12位ふなふなふなしさん、12位ゆめパレットさん、11位チャーリーさん、11位山田のピクチャーさん、10位かげさん、10位チャーちゃんさん、9位 M2BO 峯岸みなみさん、9位ビタノエシノエアサランイエオさん、8位ニルスさん、8位ふわふわさん、7位マニュちゃん、7位やすはるさん、6位あきよっちゃん、6位うまーさん、5位しゅうちゃん、5位みったんさん、4位よしさん、4位マロンさん、3位シーカーさん、3位キスケミハエシ、2位赤シャツさん、2位もらしゆうやさん、1位みーさん、1位よしさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとう、見てくれて。公演後にまた明日もお会いしましょう。お会いしましょう。明日も頑張ります。みんなのために頑張ります。6時からします。かわいい、ありがとう。またお待ちしてます。ありがとうございました。たくさんありがとう、ギフトもありがとう。バイバイ、また明日ね。おやすみなさい。せーので切る。